はい、えー、おはようございます。LAL <coughs>、えー、のさでございます。えー、っと、今日からまたあの1週間、えー、お仕事始めですけどもね、えー、先週末ね、久しぶりにね、あのー、中学の同級生と古町に出かけたんですよ。えー、最高に美味しいね、おそば屋さん紹介してもらいましたのでね、ぜひ皆様にご紹介したいと思います。えー、古町のねやぶ、やぶそばさんって言うんですね。 えってねすっごい美味しかったあのそばそばこんな美味しいそばあるんだなと思っと思ず店員さんにもうまいねって思わずありがとうございますど、ね、えっ、ー、とねまあどれもきっと美味しいんでしょうけどねあの私友人食べたのはね天ざるそばあれ1百5 0円になってるね1300円だったですよ かなあのねでこのとにかく美味しくってね何ていうのそのお蕎麦のその麺のねえっ、ー、としはまあ、味もいいんだしね舌触りもいいしかんだ食感もすごくいいしねそれだけでもねんーとってもいいんだけれども。 でまたあのその天ぷらもねまあさすがにあのうまいなっていう感じでこうそれだけでも素晴らしいんだけどもねまあそういうそのそば屋さんっていうぐらいですからそばですよでこれがねうん なんて言うんだかね、まあ、あの <laughs> 一口食べて思わずでめっていうぐらいのう <laughs> でね。で、友人に聞いたら、いや、ここはね、うんと、新潟で一番か二番の老舗ですよっていうふうなことでね、えっ、ー、と、江戸時代からってから、期待なんだよね、新潟ってあの昔、港町で発展した時代があったので、で古町っていうのは、その港で詰め込まれたのがこう、う あわりと近くなもんですんでねそこで繁華街として発展したとこなんですけども、えー、その時代からなんですかね長い歴史があってうまかった本当に、えー、またぜひ言いたいと思ってますよろしくお願いします。あのということであのすごい美味しかったの新潟おいでんったらぜひぜひあのあ行ってみてくださいこりゃうめえわって感じですわね。 はい、ということでした。じゃあまた。